よろしくお願いいたします。じゃあやりますか。そこねあのスイッチを押していただけると。というわけでですね、クレヨンしんちゃんやったのは、まあ、まぐれかなんとかあの同じところが作ってるですね、多分あもう世界で有名なロボットアニメ青いやつって言ってわかるかなってね、なんだあの惑星破壊爆弾持ってる人、ポッケからいろいろ出して、僕らの夢を叶えてくれる、だけど大好きアンアンドラえもんやります。わあ風強いねこれね。ワン、ツー、スリー、フォでもね、3代目なんだぜ、おようのぶよってっていうね。実は4チャンネルで昔々マジンガー Z の裏番組でやってたことがあって、そっちはおっさんみたいな声だったらしいです、ドラえもんが打ち切りを食らってしまったと。でもね、よもやこんな超長寿番組になろうとは誰もね、予想はしなかったと思います。でもね、ドラえもんね、22世紀でしょ、もうちょっとあと100年もないですからね、22世紀まで早いもんですよね、はあ、あ、で次歌う曲がですね、まあロボットって言ったら本人たち怒るな、とあるブラックゴースト団という謎の、軍団に、秘密結社に拉致られてしまった9人の、男女、いろんな人たちが、自由と平和のために、そのブラックゴースト団と戦うっていうですね、石森章太郎先生の代表作が一つ、サイボーグ009っていうのがあるわけですよ。あ、むしろ白黒の方を覚えてる感じ。ワン
3ね、うん、まあ、この前ですね、この成田健さんという、まあ、79年版を歌った、人がですね亡くなってしまいましたということで、じゃあよし、たがためにをやろうというわけで急遽楽譜をネットで探してやってみたみたいな感じです。まあまだちょっとねあれなところもあるんですが、ただね個人的にはねスタンリーさんが死んじゃったのもちょっとね悲しいなみたいな、あのスパイダーマン、向こうのスパイダーマン書いた人、あの人も亡くなってしまいましてですね、まあほぼニュースが同時だったんで、同じ日にニュース見たんでね悲しいなと。まあスパイダーマンの歌も実はあるんだけど、まあいいや、今回は、たがためにをやりたいと思います。なんかね毎回ね風との戦いになるんだよね三浦でもあ、三浦でもよくやってるんですけどもね、三浦でやってんの、うん、三浦であのなんだっけ、なんだっけ名前忘れた、よいち、三浦よいちってこういうところでですね夏、やっております。すごいね、神奈川制覇してみたいね、次横浜とか行ってみるみたいな、横浜アリーナ行ってみたいね埼玉スーパーアリーナには行ったことあるんですか。うわー風強いよ、助けてー。というわけで、たがために、ステージに立ってですね、早7年となってしまいました。
最初はカラオケで歌ってみたいなことをやってたんですけれども、まあギターもやってみたいなということで、まだまだギターが下手っぴでございますが、で最初ですね、東中野でやってたんですけれども、東中野でどんなことをやっていたのかと、普通にですねアニソン歌ってるだけじゃちょっとつまんないなと思ったんで、作品をフィーチャーして、30分間その曲とストーリーを話してでやるっていう、そういうことをやっておりました。でその中でですね、あの明日のジョー2っていうのがあるんですよ、世の中には。明日のジョーがですね、まあ皆さんよく覚えてるかと思うんですけども、あれがですね実は原作に追っついちゃって、知ってる人はカーロス・リベラで終わっちゃったって言えば分かるかな、うん、カーロス・リベラ倒して終わってしまうっていうんで、まあ要はみんなが知ってる真っ白に燃え尽きるあっちの方を後で81年に描いたのがあったんですよ。またこれが絵が綺麗でね、ほんとね、22世紀に残すべきアニメ明日のジョー2ですねって僕は思っちゃったりもしますと。まああのサンドバーグ今度やるね、それはね、というわけで明日のジョー2のオープニング、傷だらけの栄光というのをやりたいと思います。荒木一郎さんが作ったんだって。というわけでいきます、ワン、ツバンザイ。ちなみに大ちゃん数えるとね、おふくろが知って、まあいいや。というわけでございますよと。ですね、どれくらい美しいのか、
明日の上通。当然ですね、絵は綺麗です。で、矢吹城も綺麗だし、なんだっけ、断平の親父もすごく綺麗と。そして、途中でね、ゲロ吐くんだけど、ゲロまで綺麗なんですよ。ゲロを吐くときにキラ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 すごいね、放送コードに引っかからないわけですよ。ゲロも輝いてるっていうね、っていういろんなところでパロディで使われてたりするんですけど、光るゲロは最初明日のジョー2だからね、で覚えておこうとで、まああれだ、ですね、小平猿バンドを組んでたんですけどね、今年の7月まで、いろいろあったんだよバンドもね。やっぱみんながみんなね、やりたい曲をねできないというものがあって、いろいろありましてということで、いや7月にね発表した。まあ、大輔くんもねうちのバンドのキーボードということでやっていたんですけども、まあ他がいろいろとあってと、まあいいや、いろいろあるんだよな人生な。次歌う曲がですね、今はなんだこの演歌見てた歌えよとか思うかもしれないんですけど、意外とね年取るとねこの歌がね、あーしみるなって時がやってくる場合もありますみたいな、ね、人生ずっと USA で終わるんだったらそれはそれでね、ハッピーになるし。というわけで、果てしなき闇の彼方にお聴きください。ワン、ツー、スリマリちゃん、あと何分？え？かけないから分かんない。今日ね、腕時計持ってないっていうかね、木に隠れちゃってね。今16分なの。16分？
16分。15時16分。あ、何時スタートだっけ。じゃあ2時半スタートだから、あと1曲くらいかな。2曲でもいい。いいんじゃ、どう、いいよね。というわけで、早々でちょ、毎度何歌ってる、泥臭くて渋い歌ばっかり歌ってるんでね、申し訳ないですが、デビルマンのねエンディングが大好きなんで、毎回毎回どこでも、どこでも今日もどこかデビルマンをやっちゃうと、やっちゃいましょう。今日もどこかでデビルマン。知られちゃいけない、デビルマンが誰なのか、何も言えない、話しちゃいけない、デビルマンが誰なのか、人のように愛がある、人のように夢がある、デビルマン。シャカシャカシャン。タタタタタタ。誰も知らない、知られちゃいけない。デビルマンのふるさと。中刑事ゲバンの時ください。男なんだろう、グズグズするなよ、胸のエンジンに火をつけろ、一足先光の速さで明日へダッシュさ、若さ若さってなんだ、振り向かないことさ、愛ってなんだ、ためらわないと、悪い奴らは天使
心で詰めよう研いでるものさ俺もお前も名もない花を踏みつけられない男になるのさ若さ若さってなんだ諦めないことさ愛ってなんだ悔やまないことです。